皆さんこんにちは。11時になりましたので今日もインスタライブ始めていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。でまずフェア のどういう内容をやっているかっていうのを最初にちょっとご紹介したいなと思うんですけれども、今回はこのモリンガって今すごいスーパーフードとしてとっても注目をされている植物になるんですね。でもともとはこのモリンガオイルだけを作りしていたんですが、すごく食べても体にいいので今もう常設でこのモリンガのパウダーもご紹介しているんですけれども、10月中は両方ともこちらが 5% オフでお買い物をいただくことができます。そもそもね、モリンガって皆さん何かご存知ですか？モリンガってね、今ねすごいちょっと逆さまになっちゃうんですけど、本とかもすごく今出版されていて、これモリンガの奇跡っていうタイトルの本で、史上最強のスーパーフードっていう風にタイトルが打たれているんですけれども、栄養素の面だったりとか、それからオイルのお肌の保湿美容成分だったりとか、それですごく注目されている植物なんですね。で元々は暖かい地方、インドとかフィリピンとかで自生するモリンガっていう木があるんですけれども、その木を素材に葉っぱの部分を、お野菜として食べたりとか、種が取れるんですよね。こういう感じの、これモリンガのね種なんですけれども、この種からオイルを絞ってお肌につける美容オイルだったり、本当に昔からこのオイルは使われていて、クレオパトラとかもお肌に使ったクリームとして使っていたっていうお話が残るぐらい、本当昔から使われている美容成分になるんですね。まずオイルになるんですけれども、使ってくださった方いらっしゃいますかね、今日聞いてる方でね。オイルすごくサラッとしたオイルになるんですけれども、見た目がこういう風な、もう本当に色が全然ついてない透明なオイルになります。で香りも無香料なので、敏感肌の方とかもすごく使いやすいですし、肌につけた後すごく肌なじみがね良くてね、すごいサラッとした使い心地になるんですね。で試しにちょっと一滴つけてみると、スポイト状になっているのですごい伸ばしやすくて、一滴つけると本当一滴でスーッとこう肌に馴染むんですね。でお顔だったらこれから夏場だと本当1、2滴でいいんですけど、秋冬だと2、3滴から3、4滴つけていただくとすごく肌がしっとりと潤う感じになります。でこういう風につけるとね、オイルなんですけど、もうあっという間に肌に馴染んで全然ベトベトする感じがないんですね。ほんとサラッとした感じなので、髪が長い人とかこうオイルつけるとなんかベトベトして髪がこうくっついちゃって嫌だとか、なんかオイルケアってベトつくから好きじゃないなっていう方とかも、モリンガ使ったら全然ベタベタしなくてすごい使いやすくて良かったですっていう風にお声をいただいています。で今日は今ちょっとご質問、保管方法のご質問もいただいたので最後にご案内させていただきますね。でそれでモリンガがなんでお顔にいいかっていうと、ちょっとね特徴的な成分が2つ入ってるんですね。で1つがベヘン酸っていう成分で、もう1つがオレイン酸っていう成分になります。でベヘン酸っていうのはだいたいモリンガの中に 10% ぐらい含まれているんですけど、本当もうモリンガにしか入ってない成分になっていて、真珠のような肌にツヤをプラスするって言われているんです。であと天然のちょっと乳化成分にもなるので、一応シエスタでは化粧水の後につけていただくのをおすすめしているんですけれども、ちょっと私のスペシャルケアで本当に寒い時期は顔を洗った後モリンガをちょっとだけつけてから化粧水をつけるんですね。そうするとちょっとブースターみたいな感じで肌にスッと馴染んでくるんですけれども、モリンガはそういう風にちょっと乳化成分も入っているので導入液としても使うことができるっていう成分にベヘン酸が入っているので、そういう働きがあります。でもやっぱり一番は肌にハリとかツヤをプラスするっていうのが大きいですね。
あともう一つがオレイン酸という成分で、これが 70% ぐらい入っているので、オレイン酸ってエモリエント効果っていうのがあって、使い続けるとね、肌がすごい柔らかい感じになってくるんです。ちょっと1日2日とかだとわからないかもしれないんですけど、化粧水をつけた後モリンガをつけているとだんだんこう肌がねもっちりとした感じになってきて、すごい1週間ぐらい経つと肌を触るのが嬉しいなみたいな感じになってくるんですね。でこれから乾燥する季節なので、本当にしっかりと保湿って大事なので、化粧水をつけた後にそれからモリンガオイルをなじませていただくと、すごく肌が乾燥知らずで乗り切ることができます。で私が普段やってるケアとしては、これモリンガ、ラズベリーローズの化粧水になるんですけど、こちらを洗顔後お肌につけて、でその後に、こちらのモリンガオイル、こちらの方をなじませて、でそれでその後肌に浸透するようにこうちょっとこういう風に覆ってあげるんですね、温かい手で。そうすると肌にスーッと馴染んで、すごくしっとりとします。で最近やっているのが、さらにちょっとマッサージをねちゃんとねしようかなと思って、最近これ買ったんですよね。きっと見たことある人いると思うんですけど、マッサージ機ですね。でこれでオイルをつけてるので、肌にこう負担がかからないでマッサージのローラーができるので、こういう感じでくる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 っていうのを朝と晩やっています。でそうするとすごいなんか肌がなんかこう持ち上がるというか、肌の調子が良くなって、これサボると老廃物がたまるところがすごい痛いので、あ、今ちょっと老廃物がたまってるっていうのが分かるんですけど、これやる前にモリンガオイルつけておくと本当肌に負担がなくできるので、肌が弱い方とかもマッサージする前にモリンガオイルつけてから、こう手でももちろん大丈夫だと思うんですけど、こういう風にマッサージとかしてあげるとすごく肌の調子が整うかなと思います。あ、ラズベリーローズの化粧水大好きですというコメントありがとうございます。で今このラズベリーローズの化粧水も店頭、夏の間はお店のみの限定販売だったんですが、10月15日からオンラインショップでも予約販売をお受けすることが決まっていますので、まだちょっとブログとかに載せていない情報なんですけれども、10月15日からご予約で11月にお届けする予約販売もスタートしますので、遠方の方もよかったら楽しみにしていてください。でこんな感じでモリンガオイルはもう本当に秋冬には欠かせない、しっとりとした保湿効果のあるオイルになります。であともう一つ、モリンガオイルってベヘン酸が入ってたりとかっていうのですごくお肌にもいいんですけれども、葉っぱの部分、さっきの一番最初にご紹介したこのスーパーフードっていう意味でもモリンガってすごくよくって、実際どういうものかっていうと、モリンガの葉っぱを粉末にしたものになっているので、こういう感じの本当に細かいちょっときな粉みたいな感じの抹茶とかきな粉みたいな感じの粉末になるんですね。でこれ何がすごいかっていうと、この中に90種類以上の必須栄養素が含まれているので、これを本当に日々取っていただくと足りない栄養素を補うことができるんですね。で例えば特にね女性におすすめなんですけれども、鉄分とかだとほうれん草の28倍入っていたりとか、ビタミン A とかは人参の10倍、ビタミン C はみかんの5倍、あとカリウムとかもバナナの15倍入っているので、普段なかなかちょっと取りきれない栄養素をこのモリンガパウダーを日常の中で食べていただくことで、すごく疲れに、私も食べてるんですけど、食べるようになってすごい疲れにくくなったんですね。であと松風のマリさんとかも食べてくださってるんですけど、マリさんとかはすごい鼻炎が良くなったっていうふうにおっしゃってたりとか、あと授乳中のねお母さんとかもすごく体調が良くなったっていうふうにおっしゃっています。でただ皆さんあんまりこのモリンガって見たことないので、どういうふうに食べるんですかっていうふうに聞かれるんですね。
で味としてはね、なんかちょっと抹茶に近い感じと思って使っていただくと使いやすいと思うんです。例えばホットケーキの中に入れてもらったりとか、抹茶ミルク作る感じでモリンガを溶かしてもらったりとか、そういう風にしてもらってもいいですし、私がよくやるのはお料理にも、もともとお野菜としてフィリピンでは売られているので、お料理にも使えるんですけれども、トマトソースの中に入れたりとか、あとひき肉ハンバーグ作る時にひき肉の種の中にこれを入れちゃうと、もう全然家族気づかずモリモリ食べて、食べ終わった後に今日実はモリンガ入りだったんだけどっていうと、みんなっていう感じになって、ちょっと野菜が足りない子供、ちょっと野菜が嫌いでね、ちょっとうちの子とかなかなか緑の野菜食べてくれないんですけど、そういう子とかもすごく美味しいって言って食べてくれるので、これはすごくおすすめだなと思っています。でもやっぱり本当に日々取っていただくと疲れにくくなるので、とっても女性にはいいなというふうに思っています。でこれぜひ試してもらいたいなと思って、これも 5% 引きのお値段になっているので、ぜひこの機会にちょっとモリンガのパウダーっていうのも試してみてください。でさっきちょっとコメントでお客様からご質問をいただいたんですけれども、うちのモリンガって全然もう混ぜ物、モリンガオイルって混ぜ物をしていない本当に純粋 100% のモリンガオイルになります。で現地で薬剤とかも使わないで、昔ながらの圧搾法っていって、力をかけてオイルを種から、この種から絞って、でそれを日本で持ってきて、で精製をしてきれいにして作るっていうオイルになっているんですね。なのでちょっと使いにくいことが1個だけあって、冬場になると少し固まっちゃうことがあるんですね。オイルって寒いところにあると固くなっちゃうこととかがあるんですけど、モリンガオイルもちょっと寒くなると固まりやすくなるので、できればあったかいお部屋に置いてもらったりとか、こういう風にこう使う前にちょっとこう瓶を手でこうギューッとしてあげて温めてあげると溶けてくるので、それで使っていただくとおすすめです。でなんかちょっと白くなっても、お肌の上にのせてちょっとこうつける前になじませていただくと溶けるので、それでもお肌につけていただければ品質としても問題なく使っていただけるので、ぜひこれから秋冬のねケアで試してもらえたら嬉しいなと思っています。でモリンガフェアは今回10月の31日までオンラインショップとお店の方で開催をしています。で単品の方が 5% 引きになっていて、で3本セットだと 15% 引きになります。でさらにあと先着3本セット買ってくださった方には、先着100名様にはこの、バスソルトもプレゼントをさせていただいていますので、ぜひこの機会にお試しになってください。で今あとご質問で、モリンガオイルの後はクリームなど何もつけなくて大丈夫ですかってご質問をいただいたんですが、個人差があると思うんですけど、私はもう本当に化粧水をつけて、もうモリンガオイルをたっぷりつけて、でその時に顔だけじゃなくてこの首とかもね乾燥するので、こういうところまでしっかりとつけてあげると、私はもう全然それで大丈夫なんですね。でただもうちょっとこうしっかりと例えば目元とか口元とか、そういうところをケアしたいなっていう時は、シエスタの例えば10月だとこういうスティックタイプのスキンクリームを作りしているので、こういうのをちょっと目元とか口周りとか気になるところに伸ばしてトントントンってしてあげると、より保湿効果が高まるので、ちょっとお肌に合わせて使っていただけたらいいかなと思います。でこのスティックタイプのクリームもおすすめですし、あとお顔につけるので人気があるのがスキンクリームで、水色の蓋のカレンジュラベビーっていうクリームがあるんですけど、カレンジュラオイルって言ってやっぱ肌の炎症とかを抑えるオイルが入っているので、それもこう秋冬のこう目元とかにつけていただくのにすごくおすすめなので、すごい乾燥する方とかだとモリンガオイルにプラスして、このね
クリームを合わせて使っていただくと安心かなと思っているので、もしよかったら試してみてください。でもこういうふうにね、ご質問いただくとすぐお答えができるのでとっても嬉しいです。今日も聞いてくださってありがとうございます。良い一日お過ごしください。またバイバーイ。